この世界には人の運命を司る何らかの超越的な律、神の手が存在するのだろうか。少なくとも人は自らの意志さえ自由にはできない。詳細ほぼ制圧完了した模様です。敵の大将は？それがまだ。ただいまガツ隊長の切り込み隊が本丸を包囲しているのですが、敵に凄腕の兵士が一人おりまして、そいつのために突破口が開けず。一人？たった一人に？情けねえ野郎だぜ。ゾッと。何？なんだ、ジョド。今度の戦の前に小耳に挟んだんだ。敵陣にあのノスフェラトーゾッドが加わってるってさ。ノスフェラトー、不死のゾッドが。ゾッドが。誰なんだ？知らないの、ピピン？不死のゾッド、傭兵仲間の間じゃ伝説的存在の剣士だよ。奴が戦場で挙げた首は何百何千とも言われている。でもゾッドが恐れられている理由はそれだけじゃないんだ。奴は死んだという噂が流れるたびに必ずまたどこかの戦場に姿を現す。そして信じられないことに、奴の武勇伝は知られているものだけでもここ100年近くにも及ぶんだ。100年？ゾッドがノスフェラトーと言われるゆえんさ。おいおいおい、まさか本気でそんなおとぎ話を信じてるわけじゃねえだろうな、リッケルトちゃんよ。でも傭兵の中じゃゾッドを戦場の神と崇めてるやつもいるんだよ。はいはい。嫌な雲行きだぜ。話せ、カッソン！いけません、大将！おい、おめえらも隊長をお止めしろ！てめえらダメです、こればっかりは！隊長自ら行かせるわけにはいきません！うるせえ！話せ！もう少し、
もう少しだけ待ちましょうや。バカ野郎、もう一時も経つんだぞ。50人近く送り込んだのにほっとけるか。それじゃあフリビシの大将に増援を。んなことしてみろてめえ、ぶっ殺す。一人だ、たった一人の敵に高野団切り込み隊500人が食い付けにされて一歩も動けねえ。こんなみっともねえ話があるか。た、大将で、ディロス。大将、ディロスが。ディロス、た、大将、しっかりしろ。ゾット、何、なんだってディロス。ゾット、フシノ、ゾットだと。やっぱりあの噂は本当だったんだ。おい、やばいぜこりゃ。隊長、ちょっと隊長、来るな。誰もついてくるな、俺が一人でやる。隊長、なんだこれは。何なんだこれは。よくぞ今の人たちかわしたな、小僧。俺が行ってくる。お前たちはここで待て。でも俺も行こう。心配するな、必ずガッツを連れて戻る。よし、行くぞ。はっ。いや、俺の剣をここまで受けた人間などこの50年一人もいなかったぞ。こいつは今まで俺が剣を交えたどんな奴よりも強い最強だ。いや、
こいつの強さは人間を超えてる。どうする？これ以上かわしきれない。奴の太刀を受けきれたのはこのダンビラのおかげだ。波の剣なら一撃でぶち折れてる。剣だけなら互角ってわけか。おお、人たちに全てをかけるか。刀身の長さに物を言わせるつもりなのだろうが、どうかな。貴様の剣は俺の体に触れる前に脳髄を撒き散らすことになるぞ。面白い、受けてやろう。古城、初めてだ。俺の体にこれだけ深く剣を打ち込んだ人間は。300年にわたる殺戮の日々において貴様が初めてだ。嬉しいぞ。久しく忘れていたこの血の湧き立つ感触。俺はこの感触を再び手に入れるために、貴様のような奴に巡り合うためにこの300年間を生きながら得てきたのかもしれん。さあ戦い、この俺を失望させるな。ありえない、こんな化け物が現実に存在するはずがない。手はよくやったというべきか。だが戦えぬのならその体引き裂こう。奴がノスフェラトーゾットなのか。気を抜くな、第二射放て。やったか。許さん。戦いを汚す者は誰であろうと
許さんぞ。ダメだ、に逃げろ。どうなってんだよクリフィスは。まだ一人も戻ってこないじゃねえか。まさか隊長もクリフィスの大将もゾッドの野郎にやられちまったんじゃ。バカなこと言うなよガストン。あの二人がやられるなんてことがあるもんか。だが遅すぎる。どうするキャスカ。待機を続ける。二人が心配じゃないのか。クリフィスは待てと言ったんだ。化け物。もうお前たちは逃げろ。え？団長。いいから行け。団長。大丈夫か。バカ野郎、なぜ来た。文句ならあの化け物から逃げおおせてからにしろ。なぜだ、なぜこうなっちまうんだ。どこへ行く。貴様の心臓はまだ動いているぞ。戦い、その体ちぎれるまでこの俺と戦うのだ。動けるか。やらなきゃやられたのが。よし、お前は右行くぞ。背の人間に二人も出会うと。そしてその二人を同時に失うとは。グリフィス。まずはこの男から。こんな若造がゴッドハンドの真紅のベレット。そうか、そういうからくりか。ひとまず勝負は預けておくぞ。だが貴様と再び相まみえることがあるかどうか、一つ忠告、いや予言してやろう。貴様がもしこの男にとって真の友と言える存在ならば、心しておくがよい。この男の野望がついえるとき、その時貴様に死が訪れる。
決して逃れられぬ死が。うぅのせいだ。グリフィスがこんな目に遭ったのは貴様のせいだ。